どうもトライトです。マインクラフトバージョン 1.19 ワイルドアップデートがついに登場し、大いに盛り上がっていることでしょう。新要素も多く登場し、どんなものが登場しているか細かく知りたいですよね。ということで今回はワイルドアップデートの新要素を一つずつ詳しく紹介していきます。そして今回は泥について紹介いたします。なお今回の内容は主に統合版をメインに紹介しております。 Java 版とは少し仕様が違う可能性がありますのでご了承ください。まずは泥の入手場所について紹介いたします。新バイオームのマングローブの沼地の地面として生成されます。水の中にも生成されることがあり、石ブロックに当たるまで泥で生成されます。続いて泥の入手方法です。最適ツールはシャベルで、土ブロックなどと同じように素手でも壊すこともできます。続いて泥の仕様についてです。泥の上に立つとソウルサンドのようにわずかに沈みます。ただしソウルサンドとは異なり、移動速度が遅くなることはありません。他にも泥ブロックの下にホッパーを用意し、アイテムを投げるとホッパーはアイテムを回収してくれます。ただこれは Java 版の仕様で、今現在の統合版では沈むことがなく、ホッパーによるアイテム回収もできません。今後仕様が変わったらできるようになるかもしれませんね。他にも土、荒れた土、根のついた土に水の瓶を使うと泥に変化します。直接使っても良いですが、発射装置を使っても同じようにできます。そしてドリップストーンを使って泥の水分を吸い出し、粘土ブロックに変えることもできます。マイクラライブ2021で発表されたものがちゃんと実装されました。続いて泥を使ったクラフトについてです。まずは泥とマングローブの根でクラフトすると、泥だらけのマングローブの根が作れます。マングローブの木の一番下の根っこの部分で自然に生成し、最適ツールはシャベルですが、統合版は適用されていません。ここは修正されるかと思います。他にも泥と小麦でクラフトすると固まった泥が作れます。最適ツールはツルハシですが、なぜかシャベルも速くなります。素手では少しだけ採掘速度が遅いですが、アイテムはドロップします。さらに固まった泥を4つクラフトすると、泥レンガ4つ作ることができます。最適ツールはツルハシで、こちらはちゃんとしています。さらに泥レンガをストーンカッターで使うと、ハーフブロック、階段、壁を作ることができます。最後に泥の無限資源について紹介いたします。まず水と溶岩を使って石を生成します。石をたくさん作り、どこかに苔を入れ、苔に骨粉を与えると石が苔に侵食されます。その時にツツジが生成されるので、ツツジに骨粉を与えるとツツジの木へと成長します。そしてツツジの木の下を見ると根のついた土に変わるので、それを水の瓶でかけると泥に変わります。このように泥の無限資源ができます。ここから泥の水分を取り、粘土ブロックに変えることができ、粘土集めにも使えますね。以上、泥について詳しく紹介しました。よかったら参考にしてください。他にもバージョン 1.19 の新要素や変更点がありますので、アップデート情報やスナップショットやプレビュー版の情報もよかったら見ていってください。以上、バージョン 1.19 ワイルドアップデート情報でした。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。